あ、どうこれだ。大変お世話になりました。お互いにカメラ向けて。どうも。いやいやいや。あら、お父様。いやいや。あ、どうも。ございます。いや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 。そうです。はい。山菜そばとか天ぷらそば。味付けのこの卵、おいしいね、おいしいプラスの卵もありますね。はい、ここがそうですが、いつももう皆さんもじっくりたっぷりゆっくりと今日はお昼の時間もお楽しみいただきたいと思います。お待たせしました。はい、今日は驚くと思いますので、いつものおじさんたちが、おじさん、おじさんブースが。おじさんたちどこ行ったんですか？いやいや、映さなくて映さなくて。こっちがはるかにね。今日はおじさんいないから、あれと思ったんですけど。見てこのネギの多いこと。ねえ、すごいですね。ね、さあ今日も一日また頑張っていきましょうね。よろしくお願いします。楽しみですね。ニューフェイス。ね、いいですね。さて、お隣。ユニパンね。向こうでは手作りのストラップとかありましたが、こっち同じ手作りでもパンですね。そうですね。今日のおすすめどれですか？今日は全部おすすめ。全部おすすめ。全部おすすめということで、いいですね。パンプキンタルト、ホワイトベリーにカスタードチーズ、ツナマヨパンもありますね。ミルクフランスにチョコフランス、チョココロネにアンパンと。わー、すごいですね。いっぱいあります。ホットドッグ。ね、ホットドッグもバッチリ、ね、お値段も手頃なお値段で、だいたい平均に100円から200円になっておりますね。爽やかな売り子ですね。はい、爽やかに、はい、明るく元気によろしくお願いします。はい、お願いします。はい、またね。バーでした。あー、おー、おー、唐揚げ、すごいですね。はい、ここは嬉しのさんの唐揚げと、それからおにぎり。おー、並んだな、いいですね。見て見て、この、この並び、行列、ほら。こんなにおにぎり並んだのそういうことでございます。味噌も味噌も飛んで。いいですね。なんかヘリコプターがなんか映画撮ってみたい。上空から今おにぎりを撮影しております。いい撮影だね、これは。はい、こうして、うわーた。お子さんがおります。はい、いやいやいや、お昼にかけては何たって嬉野さんのね、おにぎりと唐揚げ、ケプラの仕掛け人の一人です、ね、おはようございます。朝の爽やかなご挨拶を。はい、今日は、ちょっと曇りですけども、心の気持ちの方はもう晴れてますので、元気いっぱい今日も頑張っていきたいと思います。いいね、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。嬉野さんのおにぎりと唐揚げたくさんございます。はい、どうもありがとうございます。さて、あれ、ね、今回初めてかも。で、初めてね。福よし。福よしせんべい店。明治23年創業。明治23年創業の伝統の味。伝統の味の南部せんべい。すごいですね。え、どこから来たんですか？この辺町から。ありがとうございます。すごいです。ごま、ごませんべいでしょ。この味よしってのは中に何か入ってるの、ね、あ、いろいろごまとかね入ってて、それから、あ、豆が入ってるのもある。豆せんべい。なみせんべいって何？これは普通のなみってこと？白せんべいにごまが入ったとか、 あとはせんべい汁のかやきもありますね。せんべい汁のね、はい、そのままパッともう2、30秒で柔らかくなる。じゃあ鍋にもパッと入れたらもうすぐ食べれるっていう、あのもちもち感のね、はい、かやきせんべいもあります。いいね。はい、明治23年からの創業ですから、数えれないね。すごいですね。こちらのお嬢さんもじゃあ23年から116年だって。116歳には見えませんね。お母さんですか？あ、お母さん116歳。あ、失礼しました。こちらのお嬢様まだ20代ですよ。そうか、そうか。はい、お店の創業は100年以上経つんですけど、売り子さんは100年経ってませんから、ご安心ください。はい、ねえ、どうもありがとうございます。あれ、あ、なんかここにはめんこい長いもがいっぱいですね。1本50円だそうです。長いもが1本50円になっております。はい、もうね、お注文がすぐ作れるっていうね、いいですね。本日の目玉商品は長いもが1本50円になっております。はい、嬉野さんのところにはおせんべい屋さんと長いも屋さんと並んであります。唐揚げ屋さんと、はい、唐揚げですね。はい、いや、直すな。はい、それではこちら、お、これだ。
ですかこれ。スターウォーズに出てくる。R2D2。ね。すごいです。R2D2。D2。みんな立ってればいいですけど。立ってない。立ってないところがいいね。大丈夫。はい、そう体もちょっとこっちにこれと、それではバタバタやつ、それから鍋ですね、どんぐりですね、アルミの鍋とかもうたくさんあります。こちらに道具屋さんですね、はい、ここおそばもそば屋もすぐできますよ。もうセットで揃ってます。寸胴鍋ですね。寸胴は1万7000円カウントプレート。おお、すごいね。ギリギリです。なんか低くなってます。はい、おはようございます。ニーハオだ。え、ねえねえねえ、どうしてここに仮面ライダーの登りがあるの？これも売り物です。これ売り物なんですか？はい。仮面ライダーの登りが売り物なんですか？はい、お値段は？お値段は、これ、900円だね。9000万円？900円。どうですか？こんなに安くできてるんですか？大丈夫。安いですね。登りだけね。これいいつかな。これ貴重品ですよ。だね。カメラで1号だよ。1号。カメラで1号。これは今年花が咲いて。これは今年咲いたんですか。そう。でこれは今年に芽がついたの。あら、芽がついたのね。子供たち。ね、富士桜が700円。盆栽を売っている、ね、はい、お店なんですね。本当はなんか。じゃメインは寸胴鍋。そう、本当は寸胴鍋なんだけど、今日の目玉は富士桜です。はい、ありがとうございます。いろんなところもあるし。それこれなんですか、スコップの隣のこの黄色いの。これはね、あのトラクターの農業機械に農業機械に使う、ロータリーを回す、ロータリーを回す、後ろの機械と直結するための、後ろの機械と直結するため の、 連結、あの連結アタッチメント。そうそうそう、おー、そういうのも。鍋だけでなくて鍋かけるわけですね。なんかむちゃくちゃだね、ここの品揃えね。ここのお店は何屋さんなんだかわかんないんですが、まあ、確かあのパイプでね、あのパイプも売ってたんですけど、そうそうそう、去年パイプ、ね、はい、去年の目玉はパイプだったのね。で今年は防災だったりアタッチメントだったり、はい、そうそうそう、すごいですね。何でもありですが、でも見事なやっぱりこの寸胴鍋、はい、すごいですよね。小さな蕎麦屋じゃありませんので、いや蕎麦屋もやったりしないですか。鍋を売りながら、お嬢さん、次に行きましょう。よろしくお願いします。はい、さて続いてこちらなんですが、はい、こんにちは、おはようございます。まるまるさんの中野村さん、いただいておりますが、私いつもここに来てね、すごいこの包装とかね、あの種類のすごさと、それから何たってこのね、包丁研ぎ、砥石、砥石がすごいなっていつも感動するんですが、もう月に一度こちらに来ていただいておりますので、お客様の中にはおそらく、あ、ここに来たら包丁とか何でもいつも揃ってるよってことでいらっしゃると思います。で私前も気になったのはこの忍者熊手っていうのね、忍者なんですよね。これすごいですよね、名前がいいですよね。忍者熊手って言うんですよ。熊手なんですけど、このね、形が忍者ですよね。なんか、女の人思ったら、くのいち。ねすごいです。はい。どうぞ皆様、お買い物いただきますので、ご注文券をいただいてくださいね。今日は、13時分から、大事な時間をお借りします。今日はホテルの1人以上の時間として100人の豪華な商品がお用意されますので、ぜひぜひお受けになってください。あ、ありました。前もあったんですよ、ここに。これ、名前がいいですよ。1000匹、ネズミ取りって言うんですよ。1000匹取れるって。すごい、ネズミ取りです。はい。なんかすごい、でも綺麗に作ってるもんですね、このネズミ取りも。ね。そこからネズミが入るんですよ、はい、もう出られないと。このネズミとり知ってますか、このあ、バチンっていうの、ね、痛そうだね、こっちはね、ストッパーが、これは人間も挟まったら痛いですね。
はい、あのね、マリコさんのところで子供の関係、ネズミ鳥もありますけど、すごいです。はい、はい、いいねー。それで行きましょうか。あれ、ここの図書館にないですけど、どこに来たかな？知ってる、知ってる、プレカットさんですね。はい、プレカットさんはどこに行ったんでしょうか？はい、プレカットさんのところには木工品を使ったものがたくさんあります、ね。ああ、そう、今テント張ってますね。はい。今テント張ってるところですね。はい、ただいま。感謝祭3日間限定と書いてますね。6月28日から感謝祭があるんですね。これは教えなきゃいけない。あ、そうだ。この時には大勢の人たちが、ね、集まるんですよね。これ、駆け足に載ってない。はい、去年ね、いたあれでしょ。うん、あれ良かったね。うん、これはい、ここにたくさんの木工関係がありますが、これまあ手作りの雑貨の関係ですね。いいですね、かわいいのがいっぱいありますね。ガーデニング用が多いですよね。この感謝祭はね、行った方がいいですよ。うん、感謝祭は6月28日から30日まで、大阪の慶祥寺さん、ね、慶祥寺さんのところで行いますね。結構掘り出し物いっぱいでね、はい、今日もここにあるのは全部手作りですね。後ほどまた、そうだね、担当者の方にお話を伺いましょう。はい、そしてこちら、こちらのお洋服の関係がたくさんございます。ビーバーとかね。これ、これ何？これ何？これ、お姉さん、どっかで、どっかで今国際的な雰囲気です。すごいですね。え、こちらはどちらのお国の方ですか？タイから。はい、タイからですね。アイランド。いやー。いいですね。何これ？これ壁掛けなんだって。すごいですね。おこれこうずらーっと並んでたらなんかいい感じですね。はい、お洋服の感じはいよ。お見せいただいております。はい、ありがとうございます。はい、そしてこちらですね、今日は何かな。100円パレードエビハルマキです。エビハルマキね、これ5本で1パックで500円、国際フードストリートやってみました。アン料理のお店になっておりますね。はい、ちょっと中を…グリーンカレー？はい、グリーンカレー、はい、グリーンカレーです。これナス？ナスです。ナスと鶏肉です。ナスと鶏肉のね、グリーンカレーが500円。はい、ありがとうございます。海鮮巻き、この人、踊り手、そうそうそう、踊り子、ね、そうなんですよ、タイの踊りね、見ましたね。あとで BGM 聞かせてくださいね。またね。はい、そしてこちら、ビリオンさん、番号ボールにおはようございます。ビリオン、おー、大人気ですね。なんとアンパンでしょ、カツサンド、マドレーヌ、ドーナツ、これもね、私たちのメニューをね、ノイジアンだったよな。忙しいな、売り合いが起きた方、全体とかかってますよ。340円で、全体使って340円。いいね。いいですね。かわいいですよ。味がよくてまたおいしい。この2人並ぶとこがいいね、この2人がね。はい、外国キムチとか、たくさんのキムチですね。チリにもあります、韓国のりもあります。あとは温かいコーヒーも用意してあります。はい、こちらは韓国料理のお店でした。はい、ありがとうございます。さて、ここおなじみのソワナエリアセ餃子です。おはようございます。ちょっとお世話になっております。餃子の他にもう一つ、そば餅、今日は、もちもちのそば餅もあります。そば餅餃子、おいらせ餃子ですね。一生懸命焼いております。この人名物だね。そばチップもあるんですよ。そばチップも1個100円になってます。そば餅とそばチップは100円です。そしてそば餅、おいらせ餃子、このイベントに合わせて5個で800円、いつもよりお安くなっておりますね。2つ買ったら500円。はい、イベントといえば、ね、この方いつも2パック買ったらね、500円です、ね。あ、500円、お得ですね。はい、1つ300円なんですけど、2つ買ったら500円になるんだそうです。そばがおいらせ餃子になります。はい、ありがとうございます。そうです。あららららら、ここすごいですね。あ、ありますね。え、
田舎風の味噌大根。おお、これが大根。ね。味噌大根だ。いいですね。あとは黒ニンニク。はい。これ何？味噌大根。味噌大根に、うん、あのくるみ。あ、ちょっと混ぜたのね。くるみちょっとだけ混ぜてみてください。はい、食べて。お、綺麗になった。若くなった。食べよ、おいしい。くるみが効いてていい感じ。ね、いいですね。くるみが効いてるとまた違いますね。もちもちもあるね。あ、もちもち、あめもち。焼いたもの。いいですね。干し餅、焼いた餅、焼き餅だって。これは水で皮むいたの。水、ね、すぐ食べられます。すぐ食べられます。皮むくのが大変なんですよね。山菜関係は本当手間暇かけてね。ちょっと初めての方じゃないですか。名前聞いたもんね。こちらのお店は、とよろず屋です。よろず屋さん。はい、あ、よろず屋さん、いつもお世話になってます。はい、ありがとうございます。一番いいですね。ね、いいですね。いや、よろず屋さん何ですか。隣に味噌大根の他に、なんとお花があるんですよ。今までなかったね、花屋さんね。はい、すごいですね。いいですね。今の季節、色鮮やかで、もういろんな種類の花が揃ってますが、こちらの方は、あの、売り方って、ナス作るんですか、うん、ね、うんって、ね、お客様も早速選んでますね。選んでますね。はい、ね、何か、うん、やっぱ針入ってるね。いいね。いや、すごいなんか、元気、シャキシャキっとした、すごい。ね、あ、お客さん、今度ナスできたら今度ここに来て売って、ね、それいいと思います。ぜひぜひ。いや、楽しみ。今度は生産者になってください。よとろは、よとろは賑わってますね。はい、はい、ここには何やら田口さんね、うんうん、すごいです。はい、下通りぐるーっと、あれ、ところでどうしたんですか、そこなくなったんですか。おはよう。すごいですね。はい、あと残りジュースが3本。はい、山王のジュースが3本あります。早いもの順です。早いもの順です。はい、先生でいらっしゃいますか。保護者の方ですか。いえ。あ、先生でございます。いえ。どうも。あの、今日の皆さんの様子を一言で。皆さんっていうのは。あの、この雰囲気で。ああ、もうすごいですね、盛況で。うん、はい。自分たちのところも結構多くて、うんうん、テンパってしまいました。なんかすごい100人ぐらい並んでましたからね。いや、200人。200人ね。あ、失礼いたしました。200人並んでね。見て見て、電卓3つもあるんだよ。すごい、電卓3つもあって、全然使えなかった。やってる暇ないですよね。こんなに混んでると思わなかった。すごいですね。そうなんです。毎年おかげさまで、いつも朝一番並ぶんですよ。はい、うん、でも子供たち頑張ってね、やっておりますが、今日の当番の、リーダーは誰かな。誰？今日は。はい、今日どうだった？大変だったですか？一言感想。朝からこんな人が並ぶとは思ってませんでした。お名前教えて。堀川刑事です。はい、はい、今日3人来たのかな、それとも。3人で来たのね。はい。はい、じゃあ、このね、お米がまたいいのよ。このね、子供たちの絵が、写真がついてるのが、これがまたいいんですよね。まっしぐら。いいですね、まっしぐら。反応前で、これがまたいいんです。お名前聞いてもいい？ミユ。ミユちゃん。なんか知ってんのかな。何なんだよ。お仕事いた妹なんです。なあ。名前聞いてます。よくないじゃ。感想感想、どうだった今日？楽しかった。ね、日に1回あるから頑張るんだよ。やっぱり学校よりもいいんじゃないですかね。こちらがね。もうね、本当に。もう一言お願いします。お名前教えて。田島彩香です。田島さんね、どうだった？忙しかったです。ね、こういう体験は初めて。6回目で。ね、6回目だって、もうプロだね。プロです。いいですね。もう社会で止まってないです。お米はまだございまして、お米がまだありますが、ジュースがあと3本となっております。どうぞ皆さん、抽選券をいただきましたらば、10時30分に大抽選会を行います。今回の豪華な商品の中にはホテル宿泊券もございます。すみません、失礼いたしました。ここにもう一軒ありました。失礼いたしました。こちらはどなたのお店ですか。リサイクルショップコロタマです。リサイクルショップコロタマさん。コロタマさんです。コロタマさん、これすごくいい。これなんでここにあるの。コロタマだね。これじゃないで私。そうなの。響きさん。いやいや、そうだけど。どっから来たのか分
一回うちさんだよね、去年八戸ね、八戸であったの。え、ここのお店は主に目玉はどれですか？はい、目玉は手作りバッグです。あ、手作りバッグ、私の手作りです。あ、手作り、ね、これってひょっとして帯じゃない？これも帯です。マジマジ、こっちも帯。はい、あ、ね、ね、素敵でしょ。ね、すごいですね。あと手作りの他には、はい、これは手作り、手作りの他には、食器類が少しと、はい、それから、衣類が少しございます。ほら、これもそうじゃん。これも、これもバッグ。あ、バッグだ。ほら。あ、それいい。これ素敵でしょ。いいですね。これで一般のここです。もう手作り？これも手作り。赤がほら素敵でしょ。着物の。着物の。ね、すごいです。これ落ちてました。あ、ありがとうございます。かわいい。ね、そうそうそう。私がね。いや、ほら。あ、落ちた。これもなんか手作りみたいですよ、このコースター。すごいですね、このコースターも。わあね。鍋つかみ。これどなたが作ったんですか？私です。すごいですね。歯切れをしてないで、ちょっとずつ小さい歯切れを合わせて作りました。じゃあ、これは何の着物とか、これは何だったかしらってこう思い出しながら、こういいですね。すごい手間ですね。20年も前に使った、これ青春時代のあのブラウスじゃないですか？そうですね。あ、見たことあるな。これ買ってもらったブーシャツとかね、これね、いいですね。確かにそういうのあるよね。これはおじいちゃんが着てたアロハシャツの一部です。アロハね、はい、いいです。なんか家族を感じますね。そうですね、この後ろに名前書いたら面白いですね。誰のものだったら ね、 いいですね。はい、どうもありがとうございます。はい、あ、なんか国境新聞っていうのがありますね。はい、おしております。ああ、そうですね。はい、了解しました。あら、なんかここでおじさん、お客さんいますね。おめでとうございます。これ、これ何売るの？え？ちょっと待って、全然、私がもう手につけたの。いらないです。大変だよ、これ。そうそうそう。これ、身はつくよ。いやいや、値段つく。売っちゃダメ。売約済み。売らない方がいいよ、これ。これ、身はつくよ。なんか、欲しがってる人がいる。私も欲しい。やばいやばい。ただいま始まっております、十和田軽トライチマルシェ。今年第1回目になります。毎月第2土曜日、朝7時から12時まで行います。この後9時からはステージショーがあります。フラダンスをはじめ、バンドの方々、また子供たちのよさこいなどがありますので、9時からのステージショーをお楽しみいただきます。10時30分からは大抽選会がございます。今回も、ホテル宿泊券をはじめとしてたくさんの豪華な商品が当たります。お買い物いただきましたらば抽選券をいただいてください。準備してますね。この後9時からステージショーが始まります。